全種類混ぜてもいいかもね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。仕事に遊びに必要なエナジーをふんだんにミックス、要するにヤバい、アブソルトリーグランティードモンスターエナジー .com。 モンスターエナジーの世界を体感せよ。アンリッシュザフィアストモンスターエナジー .com。 モンスターガールのそんなやつだからこそ新商品開発のヒントをくれたのさ。アンリッシュザウルトラビーストモンスターエナジー .com。 このパンチラインパンチも伝説ならずね。Unleashed the Beast Monster Energy.com。 トロピカルなそよ風が吹くプライベートビーチはどうだろう。 Unleashed the Ultra Beast Monster Energy.com。 9位もういいんじゃない9位そんなもん9位でしかあらへん。9位ドリンクや。ほんとだよ。9位や。9位強っ。散々ぼやかしてきたのに。キウイやこれ。キウイってさ、皮がさ、おっさんの頭みたいで、俺好きじゃねえんだよね、キウイ。キウイ食べます？普段。俺結構好き。あ、そうなんだ。どっちも好きな。緑の方もゴールドの方も。え、味違う？全然違う。全然違うし、ゴールドなら食べれると思うよ。あ、そうなんだ。ゴールドの方が見た目もおっさんの頭的なのか。おっさんの頭。順位決めよう。順位決めましょう。モンスター初心者の俺から、5位は、これかな。これベーシックなやつ。4位はパラダイス。パラダイス。3位ははいノンシュガー。はいノンシュガーですね。2位がこれ。いいから。1位がピンクでした。美味しかった。これパイプラインパンチ。これ予想以上に美味しかった。なるほど。すごい。私は1位から発表させていただこうと思います。はい、1位こちらでございます。お、もうね、こちら麻薬でございます。完全に復活しました。またこれなしではダメな生活が始まってしまいます。2位は、俺、パイプラインパンチ。お、これが好きなら、オレンジも好きと思う。あ、ほんと。オレンジがあったら、俺、オレンジが1位、2位を争うぐらいで。うん。3位が、ウルトラ。お。モンスターっぽくないっていうことで、あんま飲まんかってんけど、飲み比べてなると、美味しい。4位が、お。味的に、王道のやつに近いということで、これは一応4位。うん、うん、うん。なるほど。もう買いません。ごめんね。パラダイス。うん、パラダイスもう買いませんね。ダメ。うん。お疲れちゃん。お疲れ。これの何がダメなんですか？あのね、もうキウイ。キウイ。キウイです。わしはキウイ食います、これ買うなら。エナジーを求めるなら私はこっちを飲みますので。これを飲むぐらいなら私はキウイを食います。これとこれ合わせたらダメなの？1位と5位をミックスしてさ。じゃあ、これ一回全部混ぜてみますか。そうですね、うん、じゃあ、うん、スーパーウルトラモンスターをモンスター社じゃなく俺たちが作ってやります。やべえなこれ。これにゼロを混ぜるっていうのはどうなんやろね。すごいね。だいたい全部同じ量ぐらい入れていきますね。これはやばいな。じゃあすいません、ちょっと最後まさかこんなことになる。本当はね、思いつき怖いわ。スーパーモンスターだ。スーパーモンスターだぜ。じゃあすいません。じゃあ、ウルネッサーン ス, ルネッサーン。え、やめとけ。飲めんことはない。これこれです、言われてわからへんと。ほんとほんと、これは分かる。これは強いね。モンスタープレイさせて。ごめん、チョモちゃん今日なんか俺面白いこと一個も言えなかった。いや、そんなことないよ。いやいやいや。